シュワーとは母音の一つ、またはその音を表す音声記号、文字のこと。シュワーは音素として中字中央母音、または曖昧母音を指す。同じ記号で表記されていても両者は異なる。一つは国際音声記号によって定められた中字で口の開きの度合いも中間的な中央母音を指す。これを中字中央母音、または 中段中舌母音という。もう一つは、曖昧母音とも呼ばれ、各言語において見られるはっきりとした特徴のない、中性的な母音のことを言う。言語によっては前述の中舌中央母音、出ないこともあるが、音素表記では、と書かれることが多い。この曖昧母音を音素として持つ言語の発音を、日本語で表記する場合、原則として、イダン以外で表記される。シュバーの名称は、 ヘブライ語の文法用語におけるに由来する。これは、ヘブライ語における、南母音を表す用語である。の記号を、中字中央母音の意味で最初に使い、手話という名前を与えたのは、ドイツのエドゥアルト・ジーファースであったらしい。中字中央母音としては、以下のような例がある。曖昧母音としては、以下のような例がある。ありがとうございます。